ロシアで、クーデター計画進行中、ウクライナ、諜報部門トップ見解、ウクライナ国防省の、諜報部門トップの、ブダノフ准将は、14日、放映の、スカイニュースのインタビューで、ロシアの、プーチン大統領に対する、クーデター計画、が、進行している、との見方を示した、ウクライナに進行した、ロシア軍の劣勢が、引き金になっていると分析し、計画は止められない、状況にあると述べた、ブダノフ氏は、ロシア軍が、各地で、敗北を重ねていると指摘、それが、最終的に、ロシアの指導者交代につながる、このプロセスは、すでに開始されている、と述べ、プーチン氏の、求心力低下を示唆した。また、プーチン氏が、癌やその、他の病気、を患い、精神的、肉体的に、非常に悪い状態、に、あるとも指摘した。ウクライナ側が、情報戦の一環として、プーチン氏の重病説を、広めていることを否定し、確かな情報を、と主張した。プーチン氏の、健康状態をめぐっては、エースタイムズも、14日に米氏を、引用する形で、血液の癌を、患っていると報じた。一方、ブダノフ氏は、戦況について、8月に、重大局面を迎える、との、見通しを示した上で、戦闘行為は、年内に終結するだろう、と述べた。重大局面の詳細な内容については、語らなかった。